小田急江ノ島線。江ノ島線は、神奈川県相模原市南区の相模大野駅から、神奈川県藤沢市の片瀬江ノ島駅を結ぶ、小田急電鉄の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる路線記号は親。線形の関係上、藤沢駅でスイッチバックを行う。また、本来は、小田原線からは、愛武大前駅で分岐する予定だったが、 当時、相武大前駅付近には農業地が多かったため、当時山林が主だった相模大野駅からの分岐となった。なお、実際の分岐は、相模大野駅から 0.2km 小田原寄りの相模大野分岐点である。相模屋大地を南北に貫き、直線が多く、曲線は少なめだが細かいアップダウンは、それなりにある。東側は少し離れたところを、 境川の中流から下流が、西側は山都市から南を引き地側が平行している、共に渡らない。藤沢の先は方向転換して平地を進み、海に面した境川の河口に行き着いて終点の片瀬江の島となる。優等種別は小田原線新宿駅、町田駅方面と直通する列車、各駅停車は相模大野駅発着と、 線内折り返し列車がほとんどである。各駅停車はすべて6両編成、快速急行と急行は10両編成で運転される。通過線を含む2面6線の相模大野駅を発車するとすぐに小田原線から分岐し右手に大野総合車両所を見て南東を向き、間もなく東林間駅へ。さらに林間都市として開発された住宅街を直線で抜け、 山都市に入り右にカーブし南を向くと、東急田園都市線と接続する二面二線の中央林間駅に到着する。中央林間駅を発車すると住宅街を走りながら、再び南東を向き、二面二線の南林間駅へ。さらに間もなく、鶴間駅に到着。鶴間駅を発車すると住宅街を直線で抜け、国道246号。 大和厚木バイパスをまたぎさらに透明高速道路をくぐると大和市の中心街へ入る。高架を登ると地下を走る相鉄本線と交差しに目に線の大和駅に到着する。大和駅を発車するとしばらく島地を高架で走り右へカーブし南を向く。この先は国道467号と並行し桜ヶ丘駅へ。 この先も国道467号と並行し、東海道新幹線と交差すると、高座渋谷駅に到着。発車するとしばらくして、藤沢市に入る。二面四線の長後駅は、藤沢市北部だけでなく、綾瀬市南東部の住民の足も担っている。長後駅を発車するとしばらくして、南東を向く。昭和40年代から、 宅地開発の進んだ湘南台地区に入ると間もなく、相鉄泉谷線、横浜市営地下鉄ブルーラインと接続する2面2線の湘南台駅に到着する。湘南台駅を発車すると、しばらく住宅街を走り、6階実大前駅へ。発車して、右手に、日本大学湘南キャンパス、日本大学富士沢高等学校が見えるが、この先は、 住宅と畑の混在する区間を走り、急勾配を駆け下りる。さらに勾配を上ると、全港駅に到着する。その直後に、江ノ島線唯一のトンネルを抜け、しばらくして左へカーブし、国道1号をくぐると、藤沢本町駅へ。ここから先は、藤沢市の島市を走る。日本成功の工場が右手に見え、左へ急カーブし、東を向くと、東海道本線を、 オーバークロスし、坂を下ると右手から片瀬江ノ島方面からの線路が、合流・東海道本線・江ノ島電鉄線と接続する2面3線の藤沢駅に到着する。この区間も相模王の藤沢間と同じく住宅地が広がっている。藤沢駅と片瀬江ノ島駅を除く途中2駅は、相模王の藤沢間の急行通過駅と同じく、ホーム有効長が、 最大6両分しかない。スイッチバックし、藤沢駅を発車すると、相模用の方面の線路を右上に見ながら、左にカーブして南西を向く。この先の地域は、久げ沼と呼ばれ、江戸時代は、天領、幕府直轄領、明治以降は別荘地であったが、関東大震災以降政治家や実業家、上級軍人が転居してくるようになり首都圏有数の、 高級住宅街へと成長した。住宅街を直線で抜けると本茎沼駅に到着。発車するとこの先で左へ大きくカーブし南東を向く。茎沼海岸駅を発車すると車内からは見えないが、完全に、相模湾、国道134号と並走する。片瀬地区に入り、正面に、竜宮城を模した建物。 片瀬江ノ島駅舎が見えると二面三線の片瀬江ノ島駅に到着する。駅舎を出ると、境川、境川に架か,かる弁天橋を渡り右へ曲がると、関東随一の継承地、江島である。藤沢江ノ島間については、免許を申請した段階で、すでに江ノ島電気鉄道、現、江ノ島電鉄の藤沢江ノ島、小町、鎌倉間の路線、現、江ノ島電鉄線や、 大船江ノ島茅ヶ崎間の建設予定線があった。特に校舎とは、片瀬江ノ島駅付近で交差するため、当初は江ノ島電気鉄道の予定線が開業した場合には、撤去するという条件の仮設線として建設された。当時としては巨額の一万八千円を投じて、建設された片瀬江ノ島駅の竜宮城を模した駅舎も、この計画の関係上、名目上は、本節ではなく、 仮設駅舎として建設された。しかし、着工した段階で校舎の免許の期限、1930年1月が迫っており、また、江ノ島電気鉄道には、着工に入るだけの資金もなくその執行が確実視されていたため、実際には小田急電鉄は、本設物として、同区間を建設し、予定通り免許が執行して、本設物扱いに変更され、同時に、 片瀬江ノ島駅の仮設駅舎は本設駅舎に変更された。また、王の方面から藤沢市街地へは用地買収の手間がかからない西側から入ることにしたが、ここからまっすぐ江ノ島へ進むと江ノ電と完全に並行することになり、そうしないように鉄道省から指導されていたため、藤沢駅でスイッチバックを行って西側を進むルートを取った。1984年、 桜川丘駅口座渋谷駅間において、江ノ島線で初めてロングレールが付設されたのを皮切りに、1997年までに江ノ島線全線でロングレール化が終了した。江ノ島線では、特急、ロマンスカー、快速急行、急行、朝夕のみの運転、各駅停車の4つの種別の列車が運行されている。日中の1時間ごとの運行本数をまとめると、 以下の通りになる2018年3月17日改正時点小田原線新宿駅藤沢駅片瀬江ノ島駅間に朝方から日中の上下と夕方の上りに江ノ島が運転されている2004年12月11日の快速急行新設に伴うダイヤ改正以降平日日中はほとんど運転がなく土休日はおおむね2時間に1本程度の運転である 夕方の下りにホームウェイが運転されている。なお、2016年3月26日のダイヤ改正より江ノ島線内での5万系ファシアの定期運用が始まり、ロマンスカー全形式が江ノ島線に乗り入れることとなった。東日本旅客鉄道 JR 東日本の湘南新宿ラインに対抗するため、2004年12月11日に登場した種別である。 小田原線内、江ノ島線内ともに急行より停車駅を減らし、速達化を図っている。日中は1時間に3本の運転で重量編成で運転されている。江ノ島線内では過去に運行されていた湘南急行と停車駅が同一となっている。江ノ島線の快速急行は平日はすべての列車が新宿駅藤沢駅間となるが、土休日は 大半の列車が新宿駅、片瀬江ノ島駅間の運転となり、新宿駅藤沢駅間の運転は朝と夜のみとなる。さらに藤沢発着の快速急行は一部を除き、藤沢で片瀬江ノ島発着の各駅停車と接続する。2018年3月16日までは片瀬江ノ島駅発着の列車は平日に折り2本上り1本と休日に、 上下一本のみ運転されていたが、2018年3月17日のダイヤ改正で運行形態が変更され、土休日の江ノ島線直通列車の本数が83本に増発され、うち18本を除き片瀬江ノ島発に変更された。この改正で平日の片瀬江ノ島駅発着は廃止され、停車駅に上戸駅が追加された。 1959年4月に登場した種別である。朝夕に、新宿駅、町田駅、相模大野駅、藤沢駅間、新宿駅、大和駅間に10両編成、船内運転の一部は6両編成で、運転されている。新宿駅、大和駅間は平日のみで、上りは早朝1本、下りは夜間に4本運転。また平日朝のみ。 成城学園前駅発藤沢駅行きの列車もある。同休実夜間の上り急行の一部は、大和駅で特急に追い越される。2016年3月25日までは終日、運転されていたが、2016年3月26日のダイヤ改正で、日中の快速急行が1時間あたり20分、間隔3本の運転となるのに伴い、日中は新宿駅直通、 船内運転ともに廃止となった。また、同ダイヤ改正で、本毛沼駅及び、毛沼海岸駅に停車する急行は、平日上り1本下り2本、と休日は、上り4本下り2本に削減された。さらに2018年3月17日のダイヤ改正で、平日朝上りに、相模大野駅で、種別変更し、小田原船内は、快速急行として運転する。 実質中央林間駅から停車パターンが通常の快速急行と同一山和駅、藤沢、片瀬江ノ島駅発の列車が設定された。この改正で片瀬江ノ島発着は種別変更する列車のみとなり、新宿駅まで全区間を通して急行で運転する片瀬江ノ島発着の列車はすべて廃止された。2018年3月16日まで、 片瀬江ノ島駅発着の急行のうち、6両編成の列車は本毛沼駅と毛沼海岸駅にも停車していたが、2018年3月17日のダイヤ改正からすべての列車がこの二駅を通過するようになった。大半が相模大野駅藤沢駅、片瀬江ノ島駅間の折り返し運転だが、一部に町田駅発着の列車が存在し、さらに、 片瀬江ノ島駅発新宿駅行き列車が平日朝1本のみ運転されている。大和駅、長後駅、藤沢駅では特急ロマンスカー、快速急行、急行などの待ち合わせや通過待ちを行う列車があり、昼間は2本に1本が大和で快速急行との待ち合わせ。藤沢駅では藤沢駅発着の快速急行や急行との 接続を行う列車が交互に運転される。急行停車駅以外の駅のホーム有効庁が6、両分のため、すべての列車が6両編成である。2008年3月のダイヤ改正で4両編成の運転はなくなった。2008年3月14日までは、相模大野駅で種別変更し、小田原線内は急行となる列車もあったが、二千八年三月十五日のダイヤ改正で、 全て廃止された。2008年3月15日のダイヤ改正より、山和駅発着の列車が新設されていた、下りは終電、上りは初電が2018年3月17日のダイヤ改正で全て廃止された。2016年3月26日ダイヤ改正で、平日朝の新宿駅発、片瀬江ノ島駅行きと成城学園前駅発、 片瀬江ノ島駅行きの2本を除き、小田原線の玉川学園前伊藤を発着とする、各駅停車は廃止となった。この改正で、平日日中は、全列車江ノ島線内運転、土休日はおよそ20分おきに、町田駅発着、時間帯により相模用の発着も運転されるようになった。さらに2018年3月17日のダイヤ改正で、 前期の平日朝折り片瀬江ノ島駅行き日本が共に廃止され、小田原線の玉川学園前当発の各駅停車は消滅した。また、朝ラッシュ時の本数が毎時8本から毎時6本へと減便された。2018年3月17日より平日朝1本のみ片瀬江ノ島始発の新宿業が復活した。めくみエクスプレス江ノ島鎌倉エクスプレス 湘南マリンエクスプレス、湘南国際マラソン号湘南マリン号、メトロニューイヤー号。秋のレジャートレイン、江ノ島号江ノ島マリン号箱根、湘南アジサイ号、湘南鎌倉アジサイ号箱根駅伝応援号。直通は、江ノ島線開業時、1929年4月1日から1945年6月まで存在した種別である。この時期の、 各駅停車は、新宿駅稲田の戸駅、現、向こうが丘遊園駅間のみで運行されており、稲田の戸駅より先へ向かう列車は、小田原線も江ノ島線もすべて、直通だった。なお、小田原線の、直通が、稲田の戸駅園各駅停車だったのに対し、江ノ島線、直通は、玉川学園前駅、新原町田駅、現、町田駅からの各駅に停車していた。 準急は1946年10月1日から2002年3月22日まで存在した種別である。晩年は定期列車での設定はなく、年末年始の終夜輪上りでのみ運行されていた。通勤急行は1955年3月25日から1971年4月まで存在した種別である。 1957年から1960年代に存在した種別で、現在の快速急行とは別物である。久げ沼海岸、江ノ島への海水浴客輸送用の臨時列車で、夏季のみ運行された。湘南急行は、2002年3月23日から2004年12月10日まで存在した種別である。JR 東日本の湘南新宿ラインに、 対抗するために、江ノ島線内では、急行より停車駅を減らし、速達化を図っていた。新宿駅藤沢駅間で、重量編成で、運行された。また、2003年3月28日までは、土休日の一部列車が、片瀬江ノ島駅まで乗り入れていた。2004年12月11日のダイヤ改正で、快速急行に置き換えられた。女性専用車が、 平日朝7時30分9時30分に新宿駅に到着する上り急行、快速急行の1号車に設定されている。東海地震の警戒宣言が発令された場合、江ノ島線は藤沢駅以西で運転を見合わせ、相模大野駅から藤沢駅の間のみを運行することになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。